開けれそう。おおお、皆さんこんにちは、うんたんです。本日はですね、久々のサプライズ企画です。今回はね、何のサプライズをしようかと思いますと、最近ねルーちゃんね、ワンピースをねネットで見てるんですよ、お金払って。その中でね、漫画が100巻欲しいってよく言ってくるんですよ。その夢を僕が叶えてあげようと思いまして、今回は1巻から100巻までルーちゃんにサプライズであげたいと思います。実はね、自分もワンピースは好きで、結構ね昔からアニメと漫画読んでたんですけれども、まあ、ルーちゃんにサプライズと言いつつ、まあ自分もちょっと読みたいなっていう気持ちもあるんですけど、ルーちゃんね結構ハマってて、結構深夜までね時間を費やして読んでるんですよ。もうね、ワノ国編入るぐらいまで読んでるんですよ。早いよねでルーちゃんね、好きなねワンピースのキャラクターはね、ウソップって言ってます。なんでかっていうと、なんか一番人間味があって好きって言ってましたね。その強敵が現れた時に恐れたりとか、ちょっとビビっちゃったりとか、そういう場面ではね、ウソップが一番人間味があって、確かに一番近いかなとは思うんで、でも自分はねやっぱルフィが一番好きです。あの天真爛漫で強いところがね一番好きなんで、まあそんなこんなでね、ルーちゃんにサプライズして、ルーちゃんがどんな顔するのか楽しみにしてますんで、明後日ぐらいには届くかと思いますんで、その時まで皆さんもお楽しみにしてみてください。あれから3日経ちまして、やっと届きました。ちょっと今ね玄関の方に置いてあるんで、ちょっと取りに行ってきます、うん、よいしょ、あよいしょ、あ見てください、貼ったー。この中にありきったけの夢が入ってるんですね。ありきったけの夢オン、皆さんにも見せて行こうと思います。結構でかい段ボールに入ってきましたね。これ100巻分ですからね。今回はメジャー持ってきましたんで、ここは380×400mm、 250×380×400。 もう今自分でも開けてみて読みたいぐらいなんですけどね、まあ、今回はルーちゃんにサプライズということで、ここはグッと我慢してルーちゃんの笑顔を見ていきたいと思います。今回はですね、私の一人の動画をね夜撮ろうと話してるんで、そこにね最初だけ入ってもらう予定にしてます。その最初入ってもらうところでサプライズとして、こちらの方をねルーちゃんにプレゼントしていこうと思います。皆さんも楽しみにしてみてください。イエイ。はい、皆さんこんにちは、ルーちゃんです。ルーちゃんです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。本日はですね、私の部のファッションコーディネートを紹介していきたいと思います。というのは嘘なんですけれどもね。え、どういうこと何いや、ルーちゃんね帰ってきて早々、今ビデオ回してますけれども、なんか気づかないですか。怖い何怖いあの大きい段ボールを私は隠してます。え、何大きい段ボール。ちょっと今から持ってきますんで。どういうこと。怖い。何あれ。え、これうちに置いてたの。そう。え、どこに。え、やばい、気づいてなかった。クローゼットの中に隠した。やばい、でかい。何これ。え、重い。めちゃくちゃ重いよ。めっちゃ重い。何これ。だけで15キロあんの。足のマッサージのやつ。いや、そんな重くないでしょ。なんでしょう。わかんない。ヒントはね、夢が詰まってます。え、わかんない、本当に。じゃあ、開けてみる。うん、開けてみます。じゃあ、カッター持ってきます。したら、ルーちゃんの姿をみんなに見せていきたいと思います。え、何これ怖い。じゃあ、早速開けてみてください。普段の日頃のね、感謝を伝えたいと思います。何、みんな見て、この肩、サビばっかり。いきます。はい、これはね、実は俺もね、楽しみにしてるんですよ。ふーちゃんも。うん、ありったけの夢です。もしかして。もしかして。もしかして。かき集め。かき集め。あ、やばい、なんか分かったかも。お、開けれそう。お、お、お、わーお。お、ポストカードついてます。見て、かわいい。うわー、すごい。これは俺も知らなかった。マンゴーマンゴーやん。一巻から100巻もしかして。そう。じゃあ、はよっぽしょうだ。見て、ブックカバー。あ、ブックカバー付きなんだ。すごい、すごい。いねえ、すごいよね。めっちゃ綺麗に置いてんじゃん。これ新品です。新品。
一個取ります。一二三四五六七八九十十一十二十三十四十五十六十七十八十九二十二一二二三二四二五。哇。25巻。これを本棚に飾れる幸せがあるよね。最近ルーちゃんがめちゃめちゃワンピースにハマっててね、ルーちゃんの喜ぶ映画がさらに見たいのと、俺もね100巻出てきたんで買いたいなと思って。ルーちゃんと一緒に見ようと思いましてサプライズしました。ありがとうございます。因为一开始没有想说会这么入迷，结果没想到一看之后就整个像跌入深渊一样，太好看了，然后就整个迷上了，变成超级粉丝，然后我就开始非常的想要买漫画。全巻セットで新品でね、いいのがあったんで買いました。ありがとうございます。しかもこれ新品なんでね、一冊一冊ラッピングされてるんですよ。すごい嬉しい。よかった、ルーちゃんが喜んでる。めっちゃ嬉しい。だって欲しいもん、めちゃくちゃ。よかった。ありがとう。今日から一緒に読もうね。一緒に読みたい。ありがとう。ね。那我们就先开第一集到第二十五集。第一集、第二集、第二集、第三集、第三集。全部やる？100まで。那太开心了。なんか開けるのもったいないぐらい。ね、本当に。它还有装书套，所以打开可以套书套。10巻的。夢を感じる。すごい。ね、本当なんか感動。いろんな愛と希望と勇気と夢入ってるんですよ。全部摆在一起好壮观哦。あのワンピースはもう本当すごい伏線があって全部つながってるんですよ。そしてどんどん読んでいて、あの世界観もどんどん形成してて。すごい楽しいの。ちょっとしたキャラが後々ねつながってきて、あ、このキャラとつながってたんだとかね。そう、なんかたくさんの漫画は、あ、このキャラが出てその後もういなくなるんじゃないですか。なんかワンピースがその後まだ出るんですよ。そう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 、うん、ネタバレを避けるために言わないんですけど、最初に あまり重要ではないキャラがいて、そこでもう話終わった時に、あ、この子も出ないなとか思って、でまさか小田さんがあの子の成長の物語ずっと書いてて、その後すごい偉い人になっていくっていうのを見て感動しました。うん、主人公たちだけじゃないなっていうのがすごい好きです。小田さんがね、全てのキャラクターを愛してるっていうのがすごいね感じる。ね、泣きそう。あれ私ってすぐ熱くなる性格だから、うん、読んでてめちゃ電車で泣いたんですよ。なんかめっちゃ感動したって、めっちゃ文旦に LINE してて、で文旦もめっちゃ笑った。いや俺も感動してきちゃった。いや俺自分で小田さんがワンピースの全キャラクター愛してるって自分で言って自分で感動した。いや私もあの話で感動しました。読んでない人はもうぜひみんな読んでほしいです。もう本当素晴らしい作品で、もう泣くんですよめちゃくちゃ。ねえ、ルーちゃんめちゃめちゃ泣いてる。把航海王的漫画全部摆上去，现在已经摆了第一集到第二十六集。うちは今ね、二段しか置くスペースないので、こいつを後ろに持っていこうと思います。我们放完100集了，当！見て、ここに本棚に100巻揃ったよ。夢がたくさん入ってます。すごーい。これでルーちゃんと毎晩毎晩読めて話できるね。ありがとう、ふーちゃん。我们的航海王漫画100集，谢谢当当。イエーイ、サプライズ大成功。ありがとう。私は頑張ってルフィみたいな男になるから。男かよ。俺はルーちゃんの海賊の仲間だぜ。谢谢文丹，真的很谢谢你。よかった。ありがとう。これまさかわざわざありがとう本当。いやこれで俺もね読みたかったんでね。いや今回ねルーちゃんにサプライズしてこんなに喜んでくれてめちゃめちゃ嬉しかったです。これからもルーちゃんとこういう楽しい日々を暮らしていきたいと思います。谢谢。バイバイ。好开心哦。那我们用鲁夫跟大家说拜拜。大家再见。バイバイ。当当的手收。バイバイ。君と終わらない歌を歌おう。たとえ
しても